こんにちは、速稼塾の久保です。今回のメッセージはですね、倉敷にお住まいの H さんに、個人メールなんですけども、一般公開でお送りしておりますですね、匿名の H さんということにさせていただきます。それでですね、今回のご質問なんですけども、まず一つ目、光回線の割引ですよね。これ私、先日終わりましてですね、非常に得をさせてもらった。毎月5000円値引きが電話1本で、本当にね、20分ぐらいの電話で毎月5000円値引きをしていただいて、最初に3万円のキャッシュバックいただいたんで、非常にですね、使い勝手のいい、1年を過ごさせてもらいましたけども、なんとね、今月からね、料金グッと元に戻ったんで、うわー、高くなったなーって感じですよね。まあ、その他、携帯電話のインターネット、なんですかね、ネットワークビジネスとかのご紹介とかね、いただいたんですけども、まあ、参加せずに、今、相変わらずね、同じ携帯電話会社の契約に至るということでございます。ポイントがむちゃくちゃ貯まるんでね、結局、どこかに所属したら一方的に得っていうのは、私の感覚ではあんまりなくって、たまに、光回線とモバイルをがっつり入れ替えるぐらいを繰り返せばいいのかなって感じですかね。そうですね。あとは、ブログの方のね、写真を送っていただきました。アクセスが取れているものとそうでないものとかありますね。でも、ここまで継続できて本当素晴らしいと思います。少ないアクセスのサイトをたくさん作ることによって、高いアクセスをね、構築することもできるわけなんで、目的をね、やっぱ忘れないでもらいたいなと。結局はその、多くの方が手段が目的化しちゃって、稼ぐためにインターネットを使ってるのに、ブログを一生懸命作ることになっちゃったりとか、あと自分のね、今日の反省みたいな動画をたくさん作っちゃったりとかして、それはね、お金に向かいにくいはずなんですよ。私がお伝えするのは、まずは少額でもいいから自力でね、たった一人で稼ぐ方法を構築して、その稼ぐ方法を再現させるための他社に再現させるためのコーチをしていくっていう、コンサルをしていく、塾をしていくっていう形がよろしいんではないかなと思うんですよ。例えばね、インターネットでビジネスを始めて初月でね、5万円稼げたとするじゃないですか。そしたら初月で5万円稼ぎたい人っていうのはいっぱいいるんですよ。だから初月で5万円稼がせるような、そんなスクールを始めるということもできますし、今度ね、初月で5万円稼げても2ヶ月目とか3ヶ月目を継続的に稼ぐことがこれできない方が多いんですよ。ということは2ヶ月目3ヶ月目も一緒に稼いでいきましょうみたいな形でね、これからネットビジネスを始めるよって方を、3ヶ月ぐらいはやっぱり売り上げを実現させるための、そういうふうなね、コーチをしてあげるっていうのが特に今の時代は求められてるのかなと思います。会社の売り上げとかもぐっと下がってね、店舗を経営してる方は中にはちょっと閉められた方もいるかもしれません。そういう方が一番困ってるのは、これからの生活の糧、お金をどうするかって問題なんですよ。で、いきなりドーンとたくさんのお金稼げませんけども、そこに一つの希望を見せるものとして、パソコンであなたの家でお金稼げるんですよってことをね、まず体験させていただくと、体験させてあげるってことですね。それが今求められてることなんじゃないかなと思います。考えてみれば、ちょっと前、たくさんの人はね、困っていたようで、まあなんとかやっていた、困ってなかったんですよ。でも今は違います。多くの人がすごく困ってます。お金に。お金仕事に困ってるんですよ。で、ビジネスってのはね、人が困っていない時には全然必要とされないんですよ。でも人が困った時ってビジネスってすごく必要とされるんですよ。逆説的なようですけども、多くの方が商売をやっていて、商売がうまくいってる時はじゃあ副業で稼ごうとかね、ネットビジネスでちょっと在宅でとかっていうのはあんまりなんないんですよ。でも今はどうでしょうか。やっとけばよかったと、今自分にもう一つ収入の柱があったなと思うわけなんですよね。で、ご商売がうまくいかなくなった時って、やっぱりネットビジネスしかないな、これからの時代は。インターネットを使ってたくさんの人に商品とか会社とかね、自分自身のことを知らせていかないとダメだなっていうふうに気づいた時に、ネットビジネスってのに入っていくわけですよね。で、ネットビジネスが入ったところで、初月とか2ヶ月目とか3ヶ月目に全然売り上げが立たなかったら、やっぱりね、折れてしまって退場してしまうんですよ。だからそういう時に、初月から5万とか10万稼げますよっていう風なサポートをしてあげて、ほら稼げたでしょって、2ヶ月目3ヶ月目もその調子でいきましょうって感じで、横をね、伴走してあげるような、そんな人が求められてるんじゃないかなと思います。まあ速稼塾ではね、そういうことをずっとしてきたわけですし、それからね、そういうことを自分もしてみたいなという方には、そういう方法をそのまんま、40歳からネットビジネスを始めてね、3年間で1億円以上稼いで、で今47歳、一戸建てを一発で買って、隠居暮らしという毎日ね、外にも出ずに一人でこそこそってね、こうやって YouTube ばっかり撮ってる人生が、もしね、お望みでしたら、望まないと思いますけどもね、外出もせずに、
関わる人もなく寂しく YouTube 撮ってるだけみたいなのはあんまりなりたくないと思いますけども、まあでも自由はふんだんにあります。そういう暮らしをお求めでしたらね、これからも一緒に頑張っていきましょうね。 H さんね、本当にこれからもよろしくお願いします。メッセージありがとうございました。ブログもね見せていただいてますよ、素晴らしいと思います。このブログをぜひね、Facebook とかそれから Twitter とかにね紹介して、あ、こんなブログ結構面白いですねっていう風なね、そういう風な視聴者さんに出会えるといいですね。それではこれからもよろしくお願いします。